もうすすまません日経頭ずつにつにいいいてて喋っこうと思いますある程度力関係は分かりやすいメンバーかなっていうふうには思うんですけれどもやっぱり名勝鉄痕がどういう競馬をするかによってレース展開がガラッと変わるかなっていうような感じで名勝鉄痕はあんまりスタートダッシュがつかない時があって まあ前走なんかは途中から早めに先頭に立ってっていうような感じですよね。それで思い切った騎乗を武豊騎手が騎したんですけれどもああいったような形になるかそれか最初からスタート出る時もありますんでそれで逃げる形になったら武豊騎手がペースメイクで後続の馬たちの能力を100出させないような競馬を作る可能性もありえますね。 で途中から花に立つ形であってもやっぱり後半の部分ですねコーナーから他の馬たちに足を使わすようなそういったような意識を武田楽騎手は持つことが多いので、まあ、そういったような形になった時にそういう競馬に対応できるかっていうところで他の馬たちについては印しようっていうような感じなんですが。 まあ、その辺に関しては右から一頭ずつしゃべっていきますんでまずは名勝鉄痕ということでこの名勝鉄痕という馬は気難しいところがあってやっぱり当てにならないところはあるんですよね。でも前奏は追い切りの時点でですね気難しいところが見られたんですが今回の追い切りは集中力が増してましてちょっと 気象も成長してるかなっていうような感じの動きなんですよね。で、体の使い方なんかもいいですし、文句ないということで、状況の方は A ランクっていう風につけたんですけれども、ただ、まあそういった中でも僕はですね、まだちょっと信頼しきってないというところがあって、実際に最近、 逃げたこともないんですよ、ね、まあ途中で花に立ったっていうのはあるんですがで今の中山の馬場っていうのは結構微妙でうちの方がちょっと荒れてきててでレースによっては前残り力のある馬は前残りっていうような馬場になること競馬になることもあるんですけれどもちょっとその気象面に不安を抱えていたりだとかあとは コーナーからプレッシャーをかけられたりだとかした時にそれに耐えられないようなタイプの馬だと止まることもあり得る馬場なんですよね。ですから先週のスプリングステークスなんかはそうだったんですが、まあ、クリノガウディとかあまり逃げが合わないっていうのはあるんですが、まあ、プレッシャーのかけ合い有力馬同士のプレッシャーのかけ合いっていう中で逃げ馬先行馬がばったり止まるっていうような感じの競馬になりましたよね。ですから、 まあ重症になるとですねやっぱりある程度その信頼のおける逃げ馬もしくは背面先頭の立つにしてもそれである程度後半しっかりとまとめられるようなそういったような信頼性の高い馬じゃないとなかなか本命まで打てなかったっていうようなところがあるんですよね。でももちろん今回のの気配を考えるると名所鉄本命にするっていうのは 最終段階の2択っていうところで迷って辞めたっていうような感じではありますんで名所鉄鋼を方面にするっていうのもありたとは思いますんで皆さんは名所鉄鋼から言ってもいいとは思うんですがただ僕はその2分の1の方で逆目を取ったっていうふうに捉えてくださいまあでも名所鉄の武豊騎手は多分 綺麗に立ち回るだとかそういったような競馬をしてくる可能性は低いと思いますんで基本的には名所鉄魂の武豊騎手が作る競馬の中でどういう競馬ができるかということで他の馬たちについては考えていきたいと思いますゴーホーザサミットゴーホーザサミットはですねまあ、この馬は素質はあるとは思うんですけれどもなんかその とか向け切らないところがありますよねで、まあ、成長段階の時ではあったんですが右回りの中山を使った時なんか器用な感じがないというか切れる足も使えるイメージが湧かなかったところがあって、まあ、今回追い切りを見た感じだと十分いい仕上がりの範疇だとは思うんですけれどもただその。 以前と比べて飛躍的に器用になっただとか中山でパンチのある競馬できそうだっていうイメージが湧かないところがあって例えば東京コースだったら思い印を打ってたかなというような感じではあるんですけれどもなんか名勝鉄痕が後半競馬使っていく中ですっと反応できるか。 一瞬足を使ってほしいところで足を使えるかっていうところでいいイメージが湧かなかったっていうところで、まあ、今回は手が出なかったっていうような感じですね。まあただ石橋由紀氏は思い切った騎乗で迷いの少ない形で動く時もありますんでそういう競馬がはまる可能性もありますしためたらため,めたで極端な競馬をした時にそれなりの足を使う可能性もありますんでやっぱり注意が必要な馬かなとは思いますね。 アクションスター。アクションスターは、重症に使って名前を覚えたいっていうような気持ちがあるんじゃないですかね。で、このまま研したんですけれども、研究してからちょっと能力が落ちましたね。以前の方が、もう少し直線での一瞬の動きの良さとか、そういったようなパワフルさ、力はあったかなというような感じですね。まあ、仕上がりとしては悪くはないんですが、まあ、ちょっとこのメンバーは強いかなというような感じですね。サクランプルール。 サクランプルールはですね、まあ、ちょっと追い切りで判断が難しいところがあって、まあ、本当に出来がいい時っていうのは追い切りでも動きが良くて明らかに違うんで、まあ、去年の有馬記念の時なんかはすごく出来が良かったんですけれどもただこれぐらいの動きの時でもですねパドックで馬体を見てみたら意外と仕上がりがいい時もあって。 とにかく今回の調教の映像での見た目っていうのが微妙なんですよね、どっちに転がるかわからないっていうようなところで、まあでも、7部は確実にあると思いますし、ある程度力は出せる仕上がりだとは思うんですが、サクラアンプルールの出来がいいとき、出来が悪いときの違いっていうのは、直線での伸び足、長く足を使えるかっていうようなところではあるんですよね。ですから、 例えば競馬が後半ワンペースに流れてそれで後半のしぶとさが生きるっていうようなそういったような競馬だったらそこまで甲府城の影響っていうのは大きな影響は与えないっていうようなところはあるんでまあやっぱりそのある程度自力があるということに関しては常に警戒しておかなきゃいけない馬かなと思いますね。ただ、あんまりパドックででの歩き方がですね。 良くないちょこちょこ歩いてるような感じだとゴール前で甘くなったりだとかそういったような感じになるパターンもありえますんでその辺のチェックが必要かなっていうふうに思いますね。で今回に関してはとにかく泳ぎ冷蔵で判断しかねるっていうところで、まあ、自分の位置の方で好調のサグランプルールではないっていうふうに捉えてっていうような感じですね。まあ、中山コース得意な タイプですね、コーナーからペースが流れるコース得意なタイプですんでそういった意味でやっぱり自力は警戒しなきゃいけないなと思うんですがっていうような感じですね。ブラックバゴブラックバゴもですね、まあ、この馬も早い段階から素質期待されてて、まあ、そういった中で途中でですね無駄肉がついたりだとかしてコロンとしたような感じが強かったんですが。 なんか今回の追い切りなんか見てたらだいぶすっきりしてきたなというような感じで足先のスナップも効いて体の使い方なんかも良くなってきてますねまあただパーフェクトかというとまあところどころやっぱり気難しいところというか集中しきってないような感じも雰囲気としてあるんですよねですから気難しいところはある馬ではあって当てにならないところは相変わらずあるなというような感じですね で前走なんかは早めに2番手まで行ってそれで押し切ろうとしたんですけれどもまあその競馬もちょっと中途半端でもっと早め戦闘ぐらいな大胆な乗り方をしてたらこの馬の能力引き出せたかなというような感じですしあとはやっぱりもっとオイルジョッキーじゃないとですね安定して走らないところがありますねちょっと追わせるところがあって。 あんまり池添騎手と手が合うっていうような感じでもないので今回もどうかというところなんですがただやっぱり中山コースということで勝負どころで一気にスムーズに加速できたりだとかそういったような感じもしくはレース展開とハマった場合ですねその場合だと動かしやすくなりますんで、まあ、今回動きもいいですしやっぱり警戒しなきゃいけないもの1頭かなと思いますね。 ただやっぱりパンとしきってないというか、まあ、信頼しきれるほどの雰囲気の良さっていうふうにはなりきれてないかなというような感じでもう少し良くなってほしいなっていうふうに思うまではありますね。すみません途中なんですけれども時間がなくてここまで取れなかったので競馬がはじ土曜日の競馬が始まって、まあ、ちょっと経ってから全体に。 ですね、ここを含めての映像をアップロードしたいと思います。毎日杯の方も後でっていうような形になります。失礼します。